萩原の太郎。喫茶店にて先日大阪の知人が訪ねてきたので銀座の相当な喫茶店へ案内した学生の少ない大阪には本格的な喫茶店がなく 珍しい土産話と思ったからである。果たして知人は、珍しがり、次のような感想を述べた。先ほどから観察していると、わずか一杯の紅茶を飲んで、半時間もぼんやり座っている人がたくさんいる。一体彼らは何を考えているのだろう。と、一分の暇も惜しく、 タイムイズマネーで忙しく市中を駆け回っている大阪人が、こうした東京の喫茶店風景を見て、いかにも暇人の寄り集まりのように思い、むしろ不思議に思うのは当然である。私もそう言われて、初めて喫茶店の客が何を考えているのだろうと考えてみた。おそらく彼らは何も考えていないのだろう。 とと言って、て疲労を休休めめるるために休息しているといい。うわけでもないつまり彼らはきれいな小娘や良い音楽を背景にして都会生活の気分や閑散を楽しんでいるのだ。これがすなわち文化の余裕というものであり昔の日本の江戸や今のフランスのパリなどでこの種の暇人クラブが 市中の至る所に設備されているのは文化が長い伝統によって余裕性を多分に持っている少佐である竹林無双庵氏の話によるとこの余裕性を持たない都市は世界でニューヨークと東京だけだそうだがそれでもまだ喫茶店があるだけ東京の方が大阪よりもマシかもしれない。 ニーチェの説によると絶えず働くということは卑しく俗悪の趣味であり人に文化的上層のない少佐であるが今の日本のような新海国では絶えず働くことが強要され到底閑散の気分などは楽しめないパリの喫茶店で街路にマロニエの葉の散るのを眺めながら 一杯の葡萄酒で半日も暮らしているなんてことは話に聞くだけでも贅沢至極のことである昔の江戸時代の日本人は理髪店で浮世話や将棋をしながらほとんど丸一日を暮らしていた文化の伝統が古くなるほど人の心に余裕が生まれ生活がのんびりとして暮らしよくなるそれがすなわち 太平の世というものである今の日本は太平の世を去ることあまりに遠い昔の江戸時代には帰らないでもせめてパリかロンドンぐらいの余裕にまで閑散の生活環境を作りたい最後までご視聴いただきありがとうございます もしよろしければ、チャンネル登録をして次の投稿をお待ちいただけますと幸いに存じます。お相手はいで朝とでした。